ザンと氷見てほしい。まずはね、このパッケージの迫力を見てほしい。うわぁ、めっちゃかっこよくない？このゴリマッチョ。あのね、すげえマッチョででけえんだけど、メギドっていうね、もうボス的な、まあ、実はボス的っていうかボスなんだけど、こいつめっちゃ欲しいんだよね。しかしね、それ以上に欲しいのがね、こっちをね、見てほしいんだ。こっちをみんなに見てほしい。ザンと降臨。このパッケージを見てほしい。さて、俺が一番欲しいのはどれでしょう？見た？めっちゃ可愛くない？このブルースキンガール。あのさ、前回の段のブルースキンガールもさ、めちゃ、あのノーマルだったんだけど、めちゃめちゃ可愛かったじゃん。あの生地ベースにしたさ、あの魔獣兵ユラっていうカード。めっちゃデザイン良かったじゃん。しかし今回ね、キラキラなんだよね。ラインナップは全部で28種。ホロが6、シルバー10で、ノーマルが12種。まあ、こんな感じになっておりますと。じゃあ、早速、行ったりますかな。一発目で来たらどうしよう。ブルースキンガール頼むぜ。ブルースキンガール。頼む、来てくれ。ブルースキンガールスポリス。このね、ビリリチームってやつさ、もうロボに見えんじゃん、ロボ。でもね、こいつ原生生物なんだって。生きてんだって。もう思いっきりロボットだと思ったんだけど、原生生物で生きてるらしいよ、こいつ。ビリリチーム。あとね、もう、あ、まだ言わないけど、もう一枚ね、ふざけたっていうかね、面白い名前のカードがあるんだよね。そっと置いて。よし。一発目からビリリチームか。ちょっと待ってくれよ、これ。つまずいた感があるわ。ラインナップ見てて、あ、これ別に欲しくねえなってやつだったんだよね。やばい。お、ルークだ、ルーク。ちゃんと。二枚目はルーク。さ、いや、かっこいいね。このデザインですよ、ルーク。ていうかね、今回ね、欲しいカードがありまくるんだよね。あの、一番はもちろんブルースキンガールなんだけど、それ以外にもさ、めちゃめちゃ、可愛い、かっこいいカードがたくさんあるから、いやー、全種コンプしたいな、できれば、さっと。お、玉水、この玉水っていうのはね、めちゃめちゃかっこいいね。うーわー。ホワイトドラゴンなんだけど、銀河のね、主人公の銀河のお母さんのヘキカさんとね、すごい絆で結ばれてんだって、こいつ。めちゃめちゃかっこいいの、これ。これキラーでよかったんだよなぁ。そう、なんでノーマルかっていう。あれキラーですごくよかったと思う。あの、ラインナップ見ながら思ってた、俺は。これキラーじゃないんだ、みたいな。そして、さ、ブルースキンガールが。カリーナ来ました。ザン、司祭。これもね、めちゃめちゃ可愛いの。ほら、デザイン。これもキラーじゃないんだよね。めっちゃ可愛いのに。やっぱ死んだ万象チョコのさ、女の子のキャラすげえ可愛くない？むっちり感がいいよね、むっちり感がね。ありがとうございます。そして、あー、マッチョ見たいわ、みんなと。このマッチョ、あの2種類あるんだけど、このカードデザインどっちもかっ、あ、でも最初ノーマル欲しいな。ノーマルの方のめっちゃめちゃかっこいいんだよ、このゴリマッチョ感が。お、シュテン来ました。これも欲しかった。ザン、うわー、美しいカードですな。シュテン、あのさ、この鎧がかっこいいよね。鎧やばくない？これあのメギトとあのタイマー張って負けたんだよね。で負けてあの牢獄にね、言う、なんだっけな、国血牢獄、監獄だったっけな、そんなところに閉じ込められていたのを銀河に助けられて、今は共に戦っているというね。流線キリンっていうのがさ、めっちゃかっこよくない？流線キリンだぜ、主典。やべえ。5パック開封してキラが2枚か。結構調子いいような気がする。これメギト来るんじゃねえか、メギト。やべえ。メギド。あ、でもその前にブルースキンゲットしないとな。前回の魔獣兵ユラと並べたい。お、タウだ、タウ。ザン、この子はあの、メギドの息子の、補佐官であり、教育係だっていう。デザインがね、めちゃめちゃ可愛かったね。これすげえ欲しかった。耳がいいんだよね。とんがり耳。うわー。最高でさ、ザン。国連のタウ。種族はキリン族で、能力がね、このダメージ代行って、やっぱシグマを守るための能力なのかな、これ。受天神ってやつ。ダメージ代行。うわー、すげえ。やばい、タウも来た。今んとこキラ出まくってんだけど、やべ、後半死ぬパティーンかもしれん、これ。正直ちょっとね、焦っている。後半死ぬかもしれない。後半死んだらどうしよう、やばいな。いきます。まあでもね、ブルースキン、今回ブルースキンが出て、あー、やべ、被ったね。初かぶり。カリーナさん。まあでもカリーナだから、オッケーオッケー。やばいな、ちょっと待って。やっぱ後半死ぬか、後半死ぬ。まあでもまだ後半じゃないから、とりあえず今回はメギトと、あ、でも、ブルースキンがあるかな？ブルースキンが来てくれればもう大勝利ですわ。シャマ、やばいな。ちょっと来ない感じがしてきた。やばいぞ。どうしよう、どうしよう。はぁ、俺正直ね、前半でゲットしてさ、後半はの、のほほんとね、後半ゆっくり落ち着きながら開けようかなと思ったんだけど、ちょっとね、焦っててそれができないことになりそうな気がする。ギメラだ、来ました、ザン。これめちゃめちゃ欲しかった。前回さ、6魔将でさ、バズーっていたじゃん。その、6魔将のバズー、あ、っていうか、とは今の、そうか。っていうことは今の6魔将か。あの、バズーが亡くなった後に、この魔獣軍団っていうのをね、率いて、あ、猛獣軍団、ごめん、猛獣軍団を率いている、このね、上級魔獣、ギメラなんだよね。なぜ俺がね、これが欲しかったかというと、筋肉がさ、
すごいんだよ。さ、見て。この筋肉。うわぁ、すげえな。武装錬金のさ、ビクターみたいなさ、肌の色もしててめっちゃかっこいいんだよ、これ。やばくね。俺、ビクター超好きでさ、武装錬金。あ、みんな武装錬金してる？それのビクターすげえかっこよくない？魔獣兵長、ギメラ。うわぁ、やべえ、来ました。やばいな、これめっちゃかっけ、これもキラが良かったんだよな。やべえな、今んとこね、ギメラナンバーワン。すっげえかっけえ。なんであの迫力、筋肉、三角筋。やっぱ、ガタイ系のカード。いや、これね、メギド、いや、ほんとにね、みんなと見たいメギド。メギドとね、あとね、ガトーっていうのもね、やばいんだけど、メギドがね、今回一番すげえと思う、ガタイは。めちゃめちゃ欲しい。いきます。メギド来い、メギド来い。あ、銀河来た、銀河。ザン、銀河入りました。マジでか。うわ、かっこいい。初ホロ、銀河。うわぁ、今回の初ホロは銀河。うわ、めっちゃかっこいいね。デザイン。やばい。初ホロ、銀河入りました。マジでか。銀河か。よしよしよし。まあ正直ね、メギドが良かったけど、でもかっこいいね、ホロね。やっぱホロの、これがなぁ、ギメラがホロだったらなぁ、最高だったんや。よし、行くぜ。しかしな、俺はこの子だから。今回の一番の狙いはこの子だから。いきます。あ、右、列、これで最後。次、後半。うんぜん、くそー。やっぱそう簡単には来ないね。うんぜん。まあ、これ、正直どうでも良いカードだったね。どうでも良いと。これま、どうでも良いという。まあ、来ても来なくて、でも全種コンプね必要なので、ゲットしたいなとは思っていたカードですわ。あー、やばいな。やっぱ自分の好きなデザインのね、カードが欲しいんだ。女の子、可愛い女の子。そしてこういうガタイ系のね、ガタイ系のカード。いや、メギルやべえな。来ねえかもしれない。やっぱそう簡単には来ないかな。ワンボックスにさ、何枚フォロー入ってたっけ、前。最高で。結構入ってた時もあるような気がするんでかな。ゾマリー、やばい、来ない、どうしよう。いやー、すごいな、このメンツの中にノーマルのカードのギメラが入ってんだけどさ、すごい威圧感ない、迫力負けてないよね。さすがギメラ、この筋肉、このボディの色、最高っすわ。ギメラ、猛獣、猛獣か、猛獣軍団をさ率いてるっていうのがすごいよね。猛獣、あれ魔獣、あ、猛獣だよね、猛獣軍団だよね。さ、ビルリチーム、マジでお前ここで被るか。お前、ちょっと待って、空気読め、お前。ビリリチーム、お前。ビリリチーム、お前、空気読んで、マジで。うわ、やばいな。ちょっと待てよ。どうせな、マスクの方が来てほしかったな、だったら。これ、メギドのね、友人なんだけど、メギドをいさめて、牢獄にね、国、血、あ、監獄だっけな、牢獄だっけ、あ、やべ、取れちゃったカード。ここに書いてあるはずなんだけど、その激励に触れてね、牢獄に、やばい。やばいぞ、これ。あと残り少なくなってきているので、うわぁ、後半荒ぶるパターンか、前半荒ぶってから後半でもうパターン級するか。しかし俺は諦めん。そ、そう、来ないけど、ギズモ見て。この肉体やばくない？これ元軍医なんだって、こいつ。元軍医で、この下にね、カルテっていう子がいるんだけど、すごい可愛いんだよね。これ見たときさ、めちゃめちゃかっこいいと。しかし名前ギズモじゃん。モグワイじゃねえかと思ったんだよね。モグワイ思い出すよね。モグワイめっちゃ可愛いよね、ギズモね。もうギズモ作った人分かってるよね。萌えポイントっていうかさ、めっちゃ可愛くない？ギズモ。キリン族で、能力がね、自己再生なんだけどさ、元軍医で、そういう、なんだろう、回復系のやつだったらさ、なんか相手を治す方がいいよね。クレイジーダイヤモンドみたいにさ。やばいな、めちゃめちゃかっけえな、これ。デザインやばいよね。超かっこいいよね、これ。ほら。しかもキラだからな。いや、いいな。ちょっとグレイフォックス系でもあるんだよね、自分の中で。グレイフォックスのデザインすげえ、あれ、メタルギアのさ、サイボーグ忍者、あれめっちゃかっこよくない？あれ昔からね、欲しいフィギュアがあるんだけど、なかなか見つからなくてさ、まあ見つけたらすぐにね、まあ開封はするかどうかわかんないけど、動画撮ろうと思っている。さ、うわー、やばい！やばいです！皆様これやばい。あとね、ワン、ツー、スリー、フォー。終わったかもしんない。みんなごめん。いや、くそ、やっと見つけたのにな、これなかなか。なんかバラでね、売ってるところは多分あると思うんだけど、ワンボックスで欲しいから、まあでもバラでもいいかな。次回からバラでちょっと、でもできればワンボックスで、ラクシャス来ました。ザン。これすっげえかっけんだよね。改造超人兵器だっけな。あ、超人兵だっけな。ちょっと待って、裏に書いてあるはずなんだよな。改造超人兵。めっちゃかっこよくないこれ。メギロに心より忠誠を誓った幹部兵がメギロの禁術によって、転生した姿、理性と感情を失った代わりに絶大な戦闘力を。うわー、かっけー。サンドランドの虫人間みたいじゃん。あの虫人間もね、すげーフィギュア出てほしいんだよな。サンドランドっていう漫画あるんだけど、鳥山先生のね、サンドランドにね、虫人間っていうの出てくるんだけどさ、めちゃめちゃかっこいいんだよね、デザインね。あー、マジでやべえや、胸が痛い。何この緊張感、すげー胸が痛い。あー、頼むぞ、来てくれよ。ラスト3、
とりあえずブルースキンガールが来てくれ。つうかさ、もうこのキラの枚数的に、てか出まくってない？ワンボックスでこんな出たっけ？これバラバラになって入ってたのかな？なんかすごくない？これこの、あれ、こんな出ることあったっけ？ワンボックスで初めてな感じするんだけど、ザン視点、ほらすごくない？やば、何この展開、2枚揃っちゃった。見てこのホロカードのデザイン、うわめっちゃ可愛い。てかすげえな、バランシール様並みのボインじゃね。バランシール様もめちゃめちゃ気に入っててさ、あのカードと同じぐらい気に入ったかもしんない、これ視点。いやでもでもちょっとバランシール様の方がやっぱ上かな。バランシール様、よし行くぜ。残り2パック、やばいな。これホロ2枚来たな。ホロ2枚来てもうメギドはないね。メギドはないな。いやつうかもうないな、これ。くそ、ごめんみんな、敗北したわ。敗北した。もうなんかわかる、すげえ、もうこれで来ることないと思う。次回だな。まあいいよ、俺はもう出るまで買い続けるので、さっとザムザ。こいつ腕が多くてかっこいいね、ほら、ザンザムザ。あー、こいつのね、あのなんだ、筆頭部下だっけな、あの部下がいるんだけどさ、その部下もかっこいいんだよね。あの4本の腕、こいつ 6本腕あるんだけど、この部下がすごく、あ、部下っていうか、なんだ、門下生みたいなやつ、弟子みたいなやつがいてね、そいつもかっこいいんだよね。あー、シグマも来なかったし、あ、それ横にね、壁画映ってるんだよね。この壁画、バランシール様並みのボイン。俺、基準バランシール様なんだよね、基本的に。基準がバランシール様。よし、いきます。ラストワン。まあ、これでさ、来たら本当に勝ち組だよね。人生の勝ち組というか、もう本当に、この先、俺の人生は、よし、幸運が、幸運ばっかり起きるというね、展開になると思うけど、そんな展開はないと思うので、違うだろうな。でも、わかんないから。カナンか。あ、カナンね、この子、あの、メギドの前妻との子供なんだよね。だから、シグマと一応兄弟なんだけど、お母さんが違うという。シグマのお母さんがなんだっけ、イルミナだ。そう、イルミナっていうお母さんなんだけど、この子は、あの、前妻としか書いてなかったんだよな。確か裏に、あ、そうか、裏に書いてあるんだよ。そう、前妻の娘であり、キリン国の第一皇女。ザン。この子可愛いよね。やべえ、ホロ3枚来たじゃん。ホロ3枚来たけど、欲しかったやつが来なかった。でも展開的に熱いわ。めっちゃ可愛いね、カナンね。やっぱ、神羅万象のね、女の子。つうか、服も可愛いし、全部可愛いよね。俺、ほんと神羅万象の絵柄大好き。ということで、今回はなんと、3枚のホロが来て、なかなかね、熱い展開になりましたと。いや、でもな、欲しいカードが来なかったなぁ。クソ、ブルースキン、まあ、ブルースキンガールとメギラは出るまで買いますので、また次回ね、第2回の回、あ、もう、ワンボックスになるかどうかわかんないけど、あれば、あるだけ買ってきて、開封していこうと思います。で、今回一番気に入ったカード。このホロではなく、このね、このやっぱね、このガタイでしょ。ザ・ギメラ。今回はこのカードがナンバーワンですな。めっちゃかっけえなー、ギメラ。やばくね、これ絵描きたくならん、これ。こういうの見てたら描きたくなるよね、ここの筋肉とかさ。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。じゃあ最後はこのギメラバイバイで。また次回、このギメラの力で、絶対次こそはマッスルがマッスルを呼ぶというね。頼むぞ、メギド、来てくれよ。